はい、マシャペイです。今回は、めんあゆむさん、金沢八景店さんで汁なしを食べた時の動画です。動画の最後の方に、12月の限定についても紹介してますので、よろしかったら最後まで見てください。他にもめんあゆむさん投稿しています。よろしかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では着丼です。小汁なし、うずらダブル、生卵、野菜、油別皿でいただきました。地味に多くないか？これでも盛られてない方だと思いますよ。ではいただきます。こちら、麺屋歩む金沢八景店さんは、淵野辺の人気店、麺屋歩むの2号店です。今年の5月にオープン、地域の人に愛されてるなって感じるお店です。2号店といっても全部同じ味ではなく、淵野辺と少しテイストを変えています。醤油が違っていて、淵野辺は濃い口で色や香りが良いまろやかなタイプの醤油、金沢八景は独特の旨味とキレがあるタイプですかね。淵野辺の方が豚の強さに負けない醤油にも感じますが、あんまり詳しくは言いませんし、間違っていたらごめんなさい。あくまでも個人的な感想ということで。麺は淵野辺よりも細くなっていて、とってもすすりやすいタイプになっています。お客さんのターゲットが幅広い層として見ているからかな、食べやすいラーメンになっているのかと思います。また金沢八景には淵野辺にはないうずらトッピングがあります。でも味玉はありません。基本はラーメンと汁なし、あとは辛いやつ。つけ麺は季節限定となっています。この日は汁なしを頼みましたが、野菜を増したらなぜか別丼ででっかいのが来ました。前の日に淵野辺に行ったら1キロオーバーなのを盛られていたので、結構この日はこの量でも厳しかったです。しかし汁なし、淵野辺店の汁なしとはかなり違うタイプで、濃厚さが少なくマイルドで食べやすいんですが、量が多かったりすると何気に重いですね。金沢八景の汁なしは醤油を効かせたタイプで、しょっぱめだけどかなり美味しいです。海苔やネギが最高に合いますね。生卵もとっても合うのでおすすめです。しっかりしたタレで少しだけブラックペッパーが効いていて、そのまま冷やしにしても美味しく食べれそうなやつです。強烈な強さを感じる淵野辺の汁なしに対して、柔らかさと優しさを感じる八景の汁なしです。生卵は食べている途中で麺にダイレクトに落とした方がタレと絡まりとても美味しいんです。さて、金沢八景店は駐車場がありません。なので近くのコインパーキングを利用するのですが、すぐ近くのは満車のことが多いです。駅の横にあるパチンコ屋さんの上にタイムズがあって、そこは止めやすいですよ。かなり広いです。夜20時以降だと1時間100円だったかな。かなりお得になってます。あと自転車やバイクを止めるスペースがないので、お店の前の大通りを出て左の方向に行くと何かあるとかないとか言ってましたよ。あとはその駅横のパチンコ屋さんの横の地下に自転車を止める場所があったと思います。有料ですね。決して店の前とかには止めないでくださいね。こちらのお店、店主は通称師匠と呼ばれています。なぜ師匠なのかは言えませんが、とっても優しくて親切な方です。しかし仲良くなるとダジャレを連発するので、スルースキルが必要になります。僕はダジャレに乗っかるタイプなので楽しいんですけど、で僕もジジイなので大丈夫です。お店がホワンとした雰囲気で入りやすいんじゃないでしょうかね。いやー、しかしこの日は重かった。この量を食べるのに少し時間がかかってしまいました。ちょっと編集していますが、一口一口のインターバルが長い。がっつり食べた次の日もがっつり食べれる人たちってすごいなって思います。がっつり食べてもやっぱり美味しいな。こちらの汁なしおすすめです。というわけでですね、麺屋歩む金沢八景店さん、12月の土日に限りとある雑誌を持ち込み、博多限定で、担々麺をやるそうです。要チェックですね。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。